ウショ TV をご覧の皆様ごきげんよう。ウショなんですけども、本日が10月26日の土曜日ということでですね、やってまいりました。岐阜県は各務原市にございます。グランワールドカップ各務原店ということですね。実はですね、このお店非常にあの思い出深いお店ですね。僕今岐阜県岐阜市に在住しているわけなんですけども、その岐阜県岐阜市に在住に至るまでのですね、最初のきっかけが実はあのこのグランワールドカップ各務原店に来たこと、ね、そこからあの様々なですね、その人間模様が描かれましてですね、結果私岐阜県に在住するに至ったと、もっと言うと永住してやろうじゃないかというですね、まあ、本当にですね、ここにもう3年前の話になるんですけどもね、ワールドカップに来てなければおそらく当時僕埼玉県住んでたんですけども、そのまま埼玉県でのらりくらりやってたんじゃないかと、ね、そういったですね、一つのきっかけで人生まで大きく変わるというね、非常にあの思い出深いお店なんですけども、ぶっちゃけ近所です。今住んでるところの車で5、6分ぐらいですかね。もう非常に非常に家から近いですね、お店でございましてですね、ちょくちょくミニは来てます。ちょくちょくミニは来てます。で、何しろその3年前初めて来た時のイメージがまあ強烈で、まあ台数の方が1120台という大型店舗なんですけども、パチンコが720台か、デスロットが400台ね、大型店舗なんですけども、まあ高稼働店ね、今日もおそらくですね、もう朝3列の人数でどうだろう、ざっと200人以上ぐらいは並んだと思うんで、まあ、逆に時間経つともう台でもままならないようなね、状況になっちゃうんじゃないかと予想されるんですけども、まあ、ダイナミックなお店でですね、非常に、まあ一言言うならまあ有料店だと僕思ってるんですけども、まあ本日ね、こういった形で収録実践ということになりますんで、どっしりね、腰をつけて打つのはむしろだから、ある意味3年ぶりだということになってますんで、一つね、実際ワールドカップでレバーを叩いてみて、あの3年前に感じたですね、いや、いいお店だなという感じが果たして3年経って今どう変わってんのかというところを一つ確認する意味合いも込めつつですね、実践の行こうと思います。でもお店の方は開いてるんですけども、僕が大体入場の順で言うと150番ぐらいですかね、開店の30分前ぐらいから並んだんですけどもという状況で、まあ何しろ400台ありますんでね、すると、おおむね、まあ、その朝の段階だったら台選べる状況だったんですけども、一つね、思うところあって、ハイスクールオブザデッドを撮りました。過去の後ろ TV の映像をご覧になっていただいた方には、なんとなくわかるんじゃないかと思いますけども、最近、まあ、よく映るんですよ。で、ついこの間、初めていっぱい出ましてね、なるほど、という、うん、一つ手応え感じましたんで、ちょっと追い打ちをかけるようにですね、今日もハイスクールオブザデッド、ね、出ると面白いんですね、やってみようじゃないかと思います。まあ何はともあれですね、3年ぶり、実際3年ぶりではないんですけども、こういった形でですね、ワールドカップ各務原店を舞台にですね、1日あるいは半日パスルと向き合うのは3年ぶりになりますんでね、どっしりね、腰をつけてっていう意味では、ぜひね、素敵な1日になればなと思います。まあ何はともあれ、実践の方行ってまいります。はい、じゃあ行きます。焦りますので、多分ほどなく移動もできなくなるようなね、状況が予想されますね。1台目、ね、あるいはもう2台目ぐらいまでの勝負なんじゃないかと思いますよ。基本的に一筋縄にいかない施設でね、ボーナスを引くだけでもダメだし、 ART だけでもダメだし、で ART とボーナスが絡むだけでもダメなんだよ、まあ、特化ゾーンの偉いやつが、まあ、何しろ特化ゾーンでごっついのを乗せないとダメ、特化ゾーンもいただけるとダメなんだ、ごっついのを乗せないとダメなんだ。出ると面白いんだけどね。
あれはそこ出るとこまで行くハードルはそこそこ高いっすよ。濡れました。てかあ、すごいレアな技よこれ。もうここで多分強チェリーかな、ね、はい、バケ、恥ずかしながら俺殲滅ボーナスから ARD 入れたことないからね。これ何しろリプレイ、リプレイをいっぱい連続させましょうっていうゲームです。ダメ、リプレイ3連以上で減るのか。はい、3連4連からか、この次から。あー、ダメダメ、ここでリプレイを気まずめるのだもん。もう全然ダメダメだよこれ。まあこの後なんだ、ここでいい状態で何か引いて ARC に入れると。おっ、どうするか。おい、あるな、多分当たった、ベル揃えなければもう出す。当たった、ビッグ中は外れね。ブラックライブと一緒、外れで抽選、外れが80分の1より10分ぐらいかな。それではね、まあ、もうね2回とか3回とか来るんだけどね。当たんないと本当あっさり備えなんでね。まあ、でも俺そっちの方が好きだけどね。ギャン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 こう煽りかくって結果なんもなしみたいなね、大体言うけど、そっち寄りじゃないんだ。シールついてる。何分で強チャンス目あるんだ。おフリーズ来い。あ、惜しい惜しいね、惜しいよ。で、この間フリーズして俺大変なことがあったんだから。いや、これどうなの、強チャンス目の次のゲームで強制か。弱い、当たったかな。いや、これ当たったわ。ああ、ここで20連ぐらいの振り上げたようにあるよ。
そう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 。だだ。じゃあダメなの。初めて。よし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 。